岩手県南地方に伝わります獅子踊りは、仙台元吉郡から数多くの門弟に伝授されまして、1628年に平泉町で行山流として伝わりました。今日は皆さんおなじみの地元都通り獅子踊りの皆さん方によりますからかねをご披露いたします。それでは行山流都通り獅子踊りの皆さん方、よろしくお願いをいたします。
踊る獅子踊り子ども会の皆さん方でございました。ありがとうございました。